中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは、大輝ダイヤ、エンマ朝日。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して、大輝ダイヤ、花に立ちます。その後ろからは、エンマ朝日。この馬も上がっていく構えです。さらには、フローラルグリーン、7番、エーモーシャン。その後ろ、大輝ポーラ。どうやら後方からの競馬。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はフローラルグリーン、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。エアトゥーレ、フローラルグリーン2番手に控えました。さあエアトゥーレ、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はエアトゥーレ、その隣からは大輝ダイヤ、フローラルグリーン、その後ろグランパドドゥ続いています。その隣からはエイシンルーデンス、オリーブストライプ、その後ろ、その外からはアドマイアミカ、ビューティトゥーレ、その後ろ、その外からはオリーブパラダイス、アランデグルーピアスター。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。エアトゥーレ先頭、あと 200m、 エアトゥーレ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は天満朝日、エアトゥーレ1着、エアトゥーレ完勝、エアトゥーレ1着、2着は天満朝日、エアトゥーレ見事1番人気に応えました。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。1枠1番この最内枠からスムーズに好位置を確保したいところ、ルネッサンス。続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります、シャドーポラリス。 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。シーレッド、栗色の馬体が大舞台でいつもより美しく映えます。トッププロテクター。 G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ブレイクプログレス、この馬が今日の2番人気です。その走りに注目が集まります。レジェンドハンター。 G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。カフェ風船、あまり人気はありませんが上位にとっても怖い存在です。その実力を無視するわけにはいきません。エイシンプレストン、数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。放送を期待したいところです。天馬パーティー、前走を解消しているこの馬、この舞台でどこまでやれるか注目です。オートリエミネンス、直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するか。日高テキサス、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。ブレイクタイム、G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ゲイリーシー、この馬が一番人気に支持されました。見事期待に応えられるでしょうか。ベストシューズ、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。エアバイオ、この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。アフトクラトラス、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。サイチゼノン、前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。エルマムール、さあいよいよスタートです。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のエルマムール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い、何が行くでしょうか。ブレイクタイム、前に行きそうです。日高テキサス、それに続いています。さらにはブレイクプログレス、地方の雄、レジェンドハンター、その後ろアフトクラトラス、どうやら後ろからになりそうです。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はレジェンドハンター、ブレイクタイム、ほとんど差がありません。ゲイリーシー、3番手ベストシューズ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。
さあ先頭はレジェンドハンターブレイクタイム続いています。並んでゲイリー C、 離れてトッププロテクター、テンマパーティー、その後ろベストシューズ、後位を追走、内からはシーレッド、シャドーポラリス、その後ろ、その外からはビダカテキサス、ブレイクプログレス、その後ろ、さあいよいよ直線の攻防。レジェンドハンター先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はブレイクタイム、懸命に追いすがります。ベストシューズ伸びてきた、ここから勝負をかける。ここで先頭に立ったアフトクラトラスかわす、完璧です。圧倒的な強さを見せました。アフトクラトラス1着、2着はエイシンプレストン、見事に勝ちました。アフトクラトラス、ベストシューズ完敗です。着外に沈みました。